本日ご紹介するギターはこちら、ギブソン DAB ADJ です。製造年、1969年製頃のヴィンテージになります。実はこの DAB、イレギュラーモデルなんです。一体どんなギターなのか、これから皆さんと一緒に見ていきましょう。今、ヴィンテージの DAB をお探しの方、ぜひ最後までご覧ください。激渋です。本題の前にお知らせです。青春を取り戻す還暦親父のギター選び絶賛発売中です。詳しくは概要欄からどうぞ。ではこのギターのスペック、コンディション、サウンド、プライス、ご購入方法をギュッとまとめてお送りします。ボディ形状はスクエアボディ、いわゆるドレッドノートです。塗装はオールラッカーで、カラーはナチュラル、トップ材スプルース、サイドバックはメープルです。ネックメープルの3ピース、シバンとブリッジはローズウッド。ちなみにこのシバンとブリッジ、60年代後半はハカランダとローズウッドが混在しております。ですのであえてローズウッドとさせていただきましたが、木目を見る限りハカランダの可能性の方が高いです。ボディバッグです。一般的なアコギはラウンドしてます。若干膨らみがあるんですけども、このDABフラットなんです。これもヴィンテージならではの仕様です。スケール約 647mm のロングスケール、ブレーシングノンスケロップデックスブレーシング。ちなみに70年代からはダブル X ブレーシングに仕様変更されます。仕様変更前のシングルの X ブレーシングになります。冒頭にこの DAB はイレギュラーモデルと説明させていただきました。何がイレギュラーなのか、実はこのネックなんです。皆さんもご存知かもしれませんが、60年代は前期と後期が分かります。それの大きな違いはネックなんです。まず60年代前期のモデルは約 43mm ほどのレギュラーネックになり、ヘッド角が17度です。後期モデルになりますとナット幅が約 40mm ぐらいのナローネック、そしてこのヘッド角が14度になります。ではこのDABはどういったネックかというと、ナット幅約 43mm のレギュラーネック、そしてヘッド角が14度なんです。ですのでこの前期と後期が混在したネックとなっております。ナローネックはちょっと細すぎて苦手という方にもですね、大変弾きやすいレギュラーネックとなっております。続いて装飾です。ペグはギブソンのロゴが入ったシャーラー製、ヘッドにはギブソンのモダンロゴとクラウンインレイ。そして面白いところがあります。このギブソンのロゴ、よーくご覧ください。この I、 上の点がないんです。実はこの時期こういったものも混在しております。全てではありません。これがギブソンの面白いところでもあります。ポジションマークはダブルパラレルグラムインレイ、ピックガードです。ダブということで鳩のインレイが施されております。そしてご覧ください、ビス止めされております。このビス止め、この時期だけなんです。かっこいいですね。ブリッジはアジャスタブル。ちなみにこのアジャスタブルは1968年と69年の2年のみの製造となります。そしてこちらのギターは前のオーナー様によってLRバックスリリックピックアップを搭載しております。ブリッジ下に貼り付けるタイプになりますので、生音を損なわないというのが特徴です。ライブする方、レコーディングする方にも即戦力になります。サウンドレビューではアンプに通した音もレビューしますので、楽しみにしておいてください。ではヴィンテージギターで最も大切なのがコンディションです。まずマイナスポイントから。まずギター全体的に使用感がぎっしりとあります。ウェザーチェックが入っており、貫禄あるヴィンテージルックになっております。備品好きな方には不向きになりますが、私のようにギブソンはこれぐらいぎっしりと使用感があった方がかっこいいよねっていう方にはプラスポイントではないでしょうか。最近ではマーフィーラボなどのレリック仕様のギターも大変人気がありますが、やはり本物のヴィンテージにはかないません。ヘッドの上面のみリフィニッシュが施されています。それ以外はオリジナル塗装です。ストラップピンの増設があります。そしてプラスポイントもあります。まずこれだけの使用感がある個体にもかかわらず、ボディクラックはありません。これはかなり奇跡です。そしてギターの要でもありますこのナットを当店で新規交換、リフレットも施しました。それによって演奏性はもちろんサウンドポテンシャルもさらにアップしてます。フレットは 100% 残っておりますので、当面リフレットの必要性はありません。ネックのコンディションも抜群です。まっすぐで元置きもありません。トラスドットにも余裕があります。弦高は12フレット6弦側約 2.3mm、 1弦側は 1.5mm と標準よりやや低めのセッティングで非常に弾きやすいです。アジャスタブルブリッジですのでお好みで簡単に弦高調整が可能です。以上の内容から使用感がある個体ではありますが、プレイアビリティは抜群です。当店で販売するギターは全て厳しい基準をクリアしたものしか販売しておりません。ですのでヴィンテージギターでも安心して末永くお使いいただけます。ちょっと余談です。エルヴィス・プレスリーもギブソンのダブをお使いでした。真っ黒にカスタムされたダブです。ダブは1969年だそうです。このダブと同じなんですね。ちなみにダブ、ニューヨークのオークションにかけられて落札されました。落札金額は33万4000ドル、日本円に換算すると約4700万円です。さすがプレスリーですね。ではサウンドレビューです。1969年製のヴィンテージダブ、サイドバックにはメープル材を使用してます。一体どんなサウンドがするんでしょうか。メープルならではの硬質でシャッキリとしたサウンド、じっくりとお聴きください。どうぞ。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。では解説をしていきます。まずこの低音から聞いてください。いかがでしょうか。さすがドレッドノートだけあって迫力の低音です。スケールがロングスケールですのでダイナミックさを感じますね。箱なり感もしっかりと伝わってきます。そして中高音です。このサイドバックがメープルということもあって、この硬質でしゃっきりとしたきらびやかさ、お聴きください。このキラキラっとしたシャープさというのがすごくいいですよね。J45 とかのマホガニーモデルとは違ってですね、この華やかさをより感じられる、そんなギターじゃないかなと思います。そして、このメープルというのはやっぱり材が硬いです。硬い材ということで、どうしても音も硬め、タイトめになるというのも特徴なんですよね。ですので、この J45 ですとか、ハミングバードのようなマホガニーモデルのバーンと鳴らした時のいわゆる爆鳴りですとか激鳴りといった感じではないですね。このシャープさの中にどこか上品さもあるような、そんな音色にも聞こえます。あと何といってもこのメープルならではの歯切れの良さっていうのもありますよね。ちょっと弾いてみます。といった感じで、谷村新司さんもダブをお使いでしたけども、歯切れのいいニュアンスというのがしっかりと伝わりますよね。まるで朝日のスーパードライですね。ドライな口当たり、そしてキレの良さ、まさしくこのメープルサウンドではないでしょうか。そしてこのギターはノンスケロップデックスプレーシングになりますので、軽いタッチですとやはり音量は控えめになります。その代わりガツンと強い力で弾くとバーンと出る、そういった破壊力というのもありますので、非常に強弱がつけやすい、音の抑揚を出しやすいギターとも言えます。ですので弾き語りなんかにはぴったりですよね。ちょっとバラード系の優しめの曲ですと優しいタッチ、そしてがっつりロックなんかにもすごく合うと思います。これ一本でいろんな表現、いろんな表情を出してくれるギターでもあります。そしてこのギターの魅力、なんといってもこのフォルムですよね。この使用感がぎっしりとあるこの貫禄のルックス、かっこいいですよね。これぞギブソンヴィンテージという感じがします。しかもこのギターはですね、冒頭にもお伝えしておりますけども、イレギュラーモデルになります。ナローネックはね、ちょっと苦手という方にも非常に弾きやすいですし、ヘッド角が14度ですのでテンションが柔らかめです。先ほどサウンドレビューのところで半音下げでアルペジオを弾きましたけども、なんかすごくじわーっとくるふくよかさっていうのがあるんですよね。このギターにはピックアップも搭載されておりますので、ぜひライブなんかにも大活躍するかっこいいギターだと思います。スポットを浴びた瞬間、もうこのギターを見るだけでハードルが上がってしまう、そんなひときわ目を引く素晴らしいヴィンテージギブソンです。ではプライスの発表です。こちら1969年製ギブソンダブ ADJ、 プライスは79万2000円、税込みでのご提供です。いかがでしょうか。使用感がある個体ではありますが、当店フルメンテナンス済み、しかもイレギュラーモデルです。ぜひヴィンテージのダブをお探しだった方、ビビビと来た方、これを機会にご検討してみてはいかがでしょうか。ご購入のお問い合わせ先は当店の LINE、メール、お電話で承ります。在庫状況は動画概要欄にありますので、そちらを確認されてからお問い合わせください。お支払い方法は、現金、銀行振込、クレジットカード一括払い、アプラスショッピングローンもご利用いただけます。別途送料がかかりますが、全国通販も承ります。お問い合わせ、お待ちしております。ということで、本日の動画いかがでしたでしょうか。ぜひ動画の感想、ご意見がありましたらコメントいただけますとすごく嬉しいです。励みになります。そしていいねの高評価ボタン、チャンネル登録もポチッとお願いします。皆さんにお知らせがあります。当店は各 SNS 配信してます。この YouTube、LINE、Facebook、Instagram、X、スレッズ、ぜひご登録していただいて当店の新着情報ゲットしてください。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。当店にはまだまだ販売を控えているギターがたくさんあります。ギブソンがいっぱいあります。次はどんなギターを販売するのか楽しみにしておいてください。ここで最後にもう一つ皆さんにお知らせがあります。こんな方いらっしゃいませんでしょうか。オットリーヤのページを見るといつも売り切れ。欲しかったギターを買い損ねた。どうやったらギター買えるんだ。そんな方に朗報があります。YouTube のメンバーシップを始めました。このメンバーシップにご入会していただきますと、一般の方よりも先に次に販売するギターの情報をお送りしております。具体的には何月何日の何時から何時ぐらいまでの間にこのギターを販売しますよという限定の動画をお送りしております。そのギターをお探しだった場合、欲しいなと思った場合は、その時間帯にスタンバイしていただいて、配信されたらすぐにお問い合わせいただければご購入できる確率がアップします。実際にですね、このメンバーシップを始めてから半数のギターメンバーの方にご購入していただいております。ですので今アコギをお探しの方はぜひこのメンバーシップへのご入会ご検討してみてはいかがでしょうか。それ以外にもたくさんの特典があります。10万円から30万円台ぐらいのおすすめのギターの優先販売、オットリアのイベントオフ会ですとかギタークリニックの優先案内、月に一度行われるメンバーさん限定の YouTube のライブ配信、普段の動画では話すことができない私中澤の〇〇な話などなどたくさんの特典がありますので、ぜひご検討してみてください。費用は月額490円になります。生中1杯分の価格です。実は私大のルービー好きでございます。このメンバーさんの中には、中澤いつも一人で頑張ってるな、よし俺が月に1杯お前にルービーをおごってやる、その代わりこれからもたくさんいいギター紹介してくれよなという応援の意味も込めてご入会していただいている方もいらっしゃいます。本当にいつもありがとうございます。そんな感じで応援の意味も込めてご入会していただくともうめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。詳しくはですね、この下にメンバーになるというのがありますので、そちらの方からご確認ください。皆さんのご入会心からお待ちしております。ということで、また次の動画でお会いしましょう。本日もご来店ありがとうございました。「できるだから」